はい、タコです。今回は、夢を追いかけるという話をしていきたいなと思います。例えば、交通手段を考えたときに、歩き、自転車、車、バス、電車、飛行機といったいろいろな方法がある中で、最適な答えを出すことができるのかとしたときに、まあ、そのことについて、1時間考えれば答えが出るのか、1日考えれば答えが出るのか、1ヶ月考えれば答えが出るのか、 一年考えれば答えが出るのかとした時に、もちろん答えは出ません。なぜか。目的地が変われば取る手段が変わるからということですよね。手段というのは目的によってどれが一番優れているのかが変わるので、考えても答えが出ません。もし手段を決めることができるとすれば、まずは目的地が決まってからということになります。大切なので繰り返します。 目的地が決まっているから最適な手段を決めることができるということですね。まあ、手段が決まったら目的地が決まるわけじゃないということです。自分がどこに行きたいのかを先に決めると。まあ、例えば自分はラーメンが食べたいから近所の〇〇ラーメン屋に行こうというふうに目的地を決めたから5分距離にあるから歩きで行こうというふうに歩きが最適だということが初めてわかります。まさか 5分距離にあるラーメン屋に飛行機で行くということはまずないということですよね目的地が、まあ、仮にアメリカに行きたいというふうに決めたのであれば歩きでは到底たどり着けないから飛行機が最適な移動手段ということになるわけですよね、まあ、そもそもどこに行きたいのかということで、まあ、自分自身がどこに行きたいのかを決めてないのに最適な移動手段を選ぶことはできないということですねほとんどの場合 行き先が決まってないのに移動手段のことばかりにこだわってしまうからうまくいかなくなるわけですよねでこ,れこの考え方を働き方に広げてみましょうということなんですけど、まあ、ロバート清崎さんの、まあ、金持ち倒産貧乏倒産の話の中に働き方は4つに分けることができるという話があるんですね1つ目は従業員と2つ目は自営業者3つ目は経営者4つ目は投資家とこの4つになります でこの働き方があるとしたときに、自分がどんな結果を得たいのかっていうのを決めることによって、選ぶ働き方が変わってくるということですよねで。ほとんどの場合は手段から先に考えるということで、まあ、自分が働くことによって、どのぐらいの結果を得たいのかというのを先に決める必要があるということですね。まあ、例えば、まあ、月収20万円で満足する人生を選ぶのか、月収100万円で満足する人生を選ぶのか、 月収1000万円で満足する人生を選ぶのか、まあ、それ以上かということなんですけど得たい結果によって選択する働き方を選ばなければならないということですねしかしほとんどの人が得たい結果を真剣に考えて決めるよりもあの仕事は楽だからとかあの仕事はきついからとかあの仕事は責任が重いからとかこういうことで、まあ、手段を先に考えてしまうということですよね 自分がが得たいい結果によって手段が決まるととうことです近所のラーメン屋に行きたいから歩きで行きますとアメリカに行きたいから飛行機で行きますとこんな風に目的地が決まったから最適な移動手段が決まるのと同じように得たい人生の結果を先に決めるから働き方というのが後から決まってくるんですね。 得たい人生の結果がありますと。先に自分がこうなりたいという夢があると。ね、夢、得たい人生の結果がありますと。それを達成するには、ね、まずまあお金っていうのが必要になりますから、まあ、いくらくらいのお金が必要ですと。そのお金が、ね、必要だから、働き方はこうしようというふうに手段っていうのは後から決まってくるということですよね。例えば、自分の人生で得たい結果は、直接人と会って商品を販売することなんですと。 だから毎日たくさんの人に会っていろいろな人に接客をしたいんですととにかくお客様からありがとうと直接言ってもらえることが喜びなんですということであれば選ぶ職業は従業員ということになりますよね毎日毎日お客さんと接客できるのは従業員だけということですよねもちろん自営業者も入りますけれども基本的にね一日中接客ができますということであれば接客部門を担当している従業員だけということになります まあ経営者とか投資家がね、自ら進んで表舞台に立つということはないということですよねで。目的と手段が一致しているかどうかということで、そもそも自分は毎日お客様の笑顔を見ながら接客したいと、ね、そういう本来の目的があるにもかかわらず、接客をしない立場の自営業者とか、経営者とか投資家になっていくことは非常に難しいと、なぜなら、そもそもやる気は起きないからですよね。まあ、自分の理想の人生に向かっていないということです。 だから、自分が近くのラーメン屋に行こうと願ってるのに、ね、心の底ではラーメン屋に行きたいんだと、ね。歩いて5分のところに行きたいのに、わざわざ、ね、遠い空港に行って飛行機に乗ろうとする必要はないということですよね。で行きたい場所によって手段が変わってくるということで、そもそも、ね、自分がどこに行きたいのか、どんな人生を歩んでいきたいのか、つまり夢があるのかないのかっていうのが、ね、非常に重要なんですね。まあ、例えば、 自分は24時間365日自由に行きたいんだという夢があるのであれば、間違っても、ね、従業員という選択はないということですよね、まあ、従業員でいる以上は絶対に自由というのは、ねまあ、搾取されてしまうので、必ず会社の中で時間というものを、ね、提供しなきゃいけないということになりますから、まあ、自分の自由に、ね、過ごす時間というのは確実に奪われてしまうということなので、まあ、従業員という選択はないということですね。 海外に行くのに自転車で行こうとしているようなものだということです。まあ、経営者とか投資家を目指していく必要があるということですよね。まあ、仮に自営業者、まあ、たった一人でね、自営業者でやっていくということだったとしても、ね、自分が働かなくても、まあ、他人が働いてくれたりとか、まあ、システムが働き続けて、まあ、お金を生み出してくれるような仕組み作りっていうのをしていく必要があるということですよね。 一番大事なのはどうやってではないということで一番大切なことはどうやってという手段ではなくてどうなりたいかの夢の方を先に決める必要が何よりも重要ということですねもし今の人生を息苦しく感じていたりとかなぜかうまくいかないと感じているのであれば選択している働き方を間違えている可能性があるということですよね自分ののの夢に対して最適ななは従業員なのか 自営業者なのか、経営者なのか、投資家なのかというのをしっかり考えていく必要があるということですよね。でとにかく自分の夢は何なのかということということで、まあ、例えば会社の同僚がみんなこうだからとか、ね、小さい頃から親にこうやって言われてきたからとか、周りの友達みんながこうしてるからとか。 自分は長男だからとかね自分は男だから女だからとかこんなふうに自分の夢なのにもかかわらず他人がこうしてるからああしてるからという理由で他人の人生を生きていないかということがすごく大事ですもしね自分の人生を自分の夢を歩めていなかったら相当息苦しくなるはずです、ね、サイズの合わない服を着ているような違和感だらけの毎日と、ね、今日生きているようで何者かに生かされているような毎日と とにかくしっくりこない毎日を過ごすことになりますと。当然、うまくいかなければ他人のせいという人生になっていきます。そうならないためにも何が何でも先にすること。それは自分の夢を描くことですと。誰に何と言われても、ね、叶えたい夢を描くこと。これが何よりも先にするべきことなのですと。叶えたい夢を決めたら、そうなるために必要な行動をとっていくと。サイズの合わない服を着ているのであれば、脱いで他の服を着るのと同じように、 例えば、将来叶えたい夢に合っていないということが明らかなのであれば、今すぐ働き方を変える準備をするということですね。まあ、自分が叶えたい夢を叶えるために、本当に最適な働き方は従業員なのか、自営業者なのか、経営者なのか、投資家なのかを考えていくと。とにかく、夢を叶えるためにはどうすればいいんだろうということを毎日確認して追求していくことが重要ということですね。 そして、自分の夢と生き方が一致していくと、本当に夢を叶える方向にまた近づいていくということになります。はい、今回の話がですね、あなたにとって何かの良い気づきになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。でこういった動画をどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。動画の下にメルマガ登録のフォームと公式 LINE のフォームありますので、ぜひご登録の方よろしくお願いします。メルマガご登録いただきますと、今特典動画プレゼントしてますので、ぜひよろしくお願いします。 はい。それではあなたの貴重なお時間いただきありがとうございました。感謝いたします。